階段を上ったところに待合所があった殿ヶ駅は広島県山形郡掛町下戸の郷地に存在した西日本旅客鉄道壁線の駅である。壁線非電化区間の廃線に伴い2003年12月1日に廃止された一面一線の短式ホームのみを持ち高い築堤上にあった高架駅。無人駅で駅舎はなく線路の南側にあるホームの上に 待合所があるだけであった。待合所の裏側の壁には、殿が駅と書かれていた。駅の南側を国道百八十六号が通り、国道百八十六号の南側を大田川が流れている。国道百八十六号と大田川の間には、掛町立病院と掛町立電学小学校がある。国道百八十六号には、路線バスが通っているが、JR 壁線を使って、 掛町立病院に通院していた人もいた。1954年8月1日に掛町と合併した殿賀村から。その殿賀村は1889年の下戸のごうち村と下津賀村の合併時に一文字ずつ取って命名された。ちなみに、現在でも大技として残る下戸のごうちや下津賀と違い、殿賀の名は住所としては残っていない。待合室と、 ホームが残され、線路も一部が敷かれたままとなっている。ありがとうございます。